ID スキャニング中です。どうして？何だ？臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウド、そいつらお願い。任せる。車両のシステムを確認。暫定でこの車両が確認されます。とにかく前の車両に。立ち止まんじゃねえ。前の車両に行け。助かり系ならとっとと行け。クラウド、車両ロックシステムを起動する。まもなくこの車両が確認されます。急げよ。ほら、早く逃げて。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は信頼社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 取り者3名の閣僚を確認。相当成分を取り。トルジア様の言う通りってか。仕方ない。あ、駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。フレピックスのプランいいだ。ディファ、行けるか？大丈夫。正解。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。仕掛ける。ここが勝負どこ。そこ、そこだ。終わり。じゃあね。止めた。ここに決めよう。
慎重に。終わったな。どけどけ。近いよ、急ごう。いった、バレット。ティファ、無事だったか。すぐに行く。おう、そこに階段があるんだろう。バレット。おう、こっちだ。やっと早いやつだ。判明を確認。仕掛けだ。一気に叩き込む。あぶり出す。俺の見せ場だ。この野郎、たたきんの飯でやら、この捨て置きだ。行くよ、決まった。チャ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 ってなもんよ。追っ手は振り切れたかな。余裕余裕、場所の確認してさっさと作戦再開だ。こっからはプラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅から真っ当に魔法路を目指すルート。今は予定から外れちまったが、抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔法路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。いいまで。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進む。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるから。あっちだね。五番街の仲間が目印をつけて。心配はいらねえ。いけるぜ、いける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。ではし失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。一瞬で終わりだ。楽勝。このこんなもんよ。なんだろう。気味悪いな。これモンスターのスカナ。ああ、プレートの中のモンスターは魔法の影響でヤバいことになってる。魔法のせい。ああ、シンナのせいだ。
あんたの世界は単純でいい。気に入ったか。じゃあ。結構悪いな。はい。ここまで。調子に乗る。近くに使われてねえ車両基地がある。
そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風体との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。うん、ですが。おお、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガこれか。離れろ。何？聞いてねえぞ。やる気だ。邪魔すんじゃねえ。ユースケ兵。足を狙え。崩すぞ。暴れろ。どうよ。
下がって。はっ。そっちは任せて。待ってました。私に任せて。片付いたな。ざまあ見ろだ。行こう。うん。な、こっちだ。バズらわしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送って、その身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハ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